はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版。本日のテーマ、小学校受験、次の合格につなげるために、試験後のフィードバックの重要性についてです。それでは、西荻フレンドリースクール、室長、今野由美先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ちょうど今、時期的にはね、埼玉県のね、試験が始まってるタイミングでして、もう、タイミングとしてはもう真っ只中といった感じなんですけれどもね、僕たちにとっては割とタイムリーなテーマです。そうですね、はい、昨日そういつもうちはね聞き取りって必ずするんですけど、それは私たちの聞き取りっていうのはそれは別に問題を知りたいとかそういう意味合いはあまりないんですよね、うんうん、それよりも自分たちが受けてきたその子どもたちが ね自分自身が受けた問題に対してどのぐらい子どもが理解してるか、どのぐらいちゃんと分かってやってるかっていうことが本人ができたできないっていうのっていうのはなんか決まるような気がするんですよね。そうだからまあすごい子なんかがいて、お話の記憶丸ごとでも絶対出ただろうなと思うぐらい細かにね、そう辻褄が合う内容で、それでまあもちろん問題も全部言えてるしっていう、でやっぱりね相性のいい学校の問題っていうのはやっぱり覚えてくるみたいで、そういうのでまあこの子はこの学校に相性がいいんだなっていうのも分かるし、で体操にしてもそれから集団行動にしても指示行動にしてもやっぱり鮮明に覚えてくるっていうことは、自分がちゃんともうハイテンションになったりとか、もう自分が分からなくなるようなね、なんか上がっちゃったとか緊張したとかっていうことがないんだと思うんですよ。そうですね。で毎年結構聞き取りってするんだけど、まあ話を聞き取るまで大変な年も。大変ですね。どうしてもやっぱり子どもたちも、ね、時間が経てば経つだけ記憶も曖昧になってくるんで、まあバラバラに行ったりとかね、図形の話したのに急にお話の記憶の問題のこと言ったりとか、何のこと言ってんのみたいなことは起きがちなんですけど、今年は割とね皆さんよく聞けてるし分かりやすいですよ。そんなにマスターも苦労しないで、うん、さささっとねできてるのかなって思いながら、うん、そう主に僕が聞き取り担当なので、はい、まあ結構みんなすごいですよね、うん、まず学校の門入ったところから始めるんですよね、そうそうそう、私もそうやりますけど、はい、それでどうしたのどうしたのとかって言ってくとだんだん覚えてるし、そうそうそう、結構2人で同じ日に試験を受けてきて2人でその聞き取るとね、聞き取るっていうのもお互いの補い合うことができると。そうそう。ただしこれはなんだろう、うまくいかないこともあって、それぞれがバラバラなこと言っちゃったりとか、テンション高すぎると意味が分かんなくなっちゃうから、一、うん、人ずつ聞けた方が良かったりもするから。そういう時もあるから一人ずつ聞くとか、ね、時と場合によってね、聞き取り方変えてますけどね。でもやっぱり本人たちからねいろいろ話聞いてると、さっき先生が言ったこととも繋がると思うんですけど、やっぱり。いやお約束とか条件をしっかり理解できてる子ほど何が重要だったかちゃんと分かってるんだろうなっていうことが分かる。だから聞いて、まあ今回の子たちはみんな約束をきちんと言ってるけど聞いてるんだと思うんですけど、もうその時点で約束が何だったっけ、何だったっけっていう子って、実はじゃあ本番だけできてるかっていうとそういうことはないんですよね、うん、やっぱりその部分を鮮明に聞き取れてな い, っていうそのぐらいの意識だったってことですよね。そう、うん、だからやっぱりフィードバックをしていくと、もう一回学校でやった問題とか、まあなんだろう、体操とかね、うんうん、そういうのももう一度振り返ることによって、あ次に行きます、うん、失敗しちゃったとか、ある子はもうついになんか体育の時に待ってる間に隣の子に話しかけられたら、私話しちゃったとか言って
そうだねって、次からは話しかけられても絶対話すのやめようねとか、それでもしつこかったら今ね試験中だからとかね、うんうん、そういうふうに言ったらどうってやっぱり教えてあげたんですけど、本当にそういうことも実際やっぱりテストの会場に行かないと経験できないものっていっぱいあるのでね、本番でしかね、得られないことたくさんありますからね、うん、そうね、それを繰り返しまあ試験を受けていくっていう、だからあの私たちはもうこの時期になったらまあ模擬テストってほとんど受けないんですけど、模擬テストを受けるよりもはるかに実地でそういう学校の問題、学校に行ってそのいきなり出される問題だから結構面白いですよね。よくこんなこと考えつく問題あるなとか、うんうんうん、過去問やっても出てきてない問題とか ね、 ね、新しい視点の問題も結構出ますからね、うん、新しい形のね問題っていうのも出るけれども、うん、そういうふうにたくさん受けることによって何がいいかって言って、やっぱりどこかでね共通の問題とかあったりするんですよね、うん、だからそれにこうやっぱりこうね、どうしてもお教室だったり何だったりすると先生が言ったらアシスタントの先生が丸をつけたりとかって、だけど試験ってやったら結果は分かんないかもしれないけど自分で丸をつけるわけじゃないじゃないですか。あれがすごく子供はやっぱ不安になるみたいで、だから私たちも時々もう今日なんかテスト前なんでもう15問なら15問やらせて通しで、すごかったですよ今日うちの先生が、今日はねそばにいると私が余計なこと言うから、今日はね投資でねこれを全部 やってからね答え合わせをするから、私が呼んだら由美先生入ってきて、ね、はい、一旦追い出されたんですよなるほどね、そうで、そういうこうつけないんだよ、一回一回つけないんだよっていうことも経験させていかないと、うんうん、答え合わせしないのって子供ってそう思っちゃうから、うん、そう、だからそういう意味でのそういうこうな、まあね模擬テストだって1回ぐらいとか何回も受けられるわけじゃないけど、ともかくそういう試験は願書さえ出せば受けさせていただくわけだから、ね、すごくいい模擬試験だと思います。やっぱりなんていうのかな、テストもやって、面接もやってくれるし、テストもやってくれるし、で何がいいかって言ったら偏差値で出てくるとかそういうことじゃなくて、学校が学校の立場としてその生徒を見てね、この学校に欲しいなとかそういう思いって模擬とは違うじゃないですか。やっぱり学校の先生だって真剣になって子ども欲しい子どもを見つけてるわけだから、そういうところで例えば合格をいただいたっていうことはもうかけ根なしで、学校が呼んでくれたんだなっていう思いに駆られるというか、まあね、またどっか受けたとしてもまた呼んでくれる可能性はあるなと思うんですけれども、うんはい、あとはね数年前とかあった出来事でなるほどと思ったのは、同じ学校をやっぱりフレンドリーのね複数の子を受けてると、何々くんこんなことしてたよなんて報告してくれるの、あれがね大変助かりますね。やっぱり本人はこれはまずいって思ってなかったとしても、他の子がその優しさでね言ってくれるおかげでちゃんとこっちは注意喚起することができるっていうのがフレンドリーの連携かな。うちのフレンドリーの子たちは分かってるんだけど、言っちゃ悪いのかな、言ったら気の毒なのかなっていうのは働くみたいなんですよ。だからすぐには言わないんだけど、私たちがでもねお願いだからこの子にとってそれがわからないと次の試験でまたやっちゃうからって言ったら、実はって教えてくれるんですよ、うん、だからそういったところもやっぱりフレンドリーならではのフィードバック。そうなんです。それで次行くときに、次行くときに、うん、いい、絶対これはやらないでね、絶対これはやらないでねって言って、うんうん、やっぱり出すことができるんですよね。だからうちのフィードバックっていうのは、まあ、本人だけでもないんですけど、例えば同じ集団の中にうちの生徒が3人入ってるとかね、うん、そうどうしても集団で動くから、うちのまあみんながみんなでどんな試験を受けてるかって、じゃあ何々ちゃん大丈夫だったって聞くと、大々ちゃんは大丈夫、うん、ちょっと後ろ向いたりしてたけど、でも教室では騒がなかったとかね、うんうんうん、そういうふうにこう本当にね適切なアドバイスを
うちの年長さんたちはくれるんですよ。優しいなって数年前思ったのはね、うん、何々君今回は騒がなくなったよとかね、そう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 、みたいなね、今回大丈夫だったよとかね、そうそうそう、よく見てるなと思って、さすがにね、あの試験場内に私たちが入るわけじゃないんで、うん、それはすごくありがたいかなっていう、はい、ということでね、やっぱり教室ごとにね、そういうフィードバックの仕方も結構異なるかもしれないんですけど、まあ、我々の教室の中ではその過去問作るっていうよりは、あの本人のね、次につなげるための目的でしっかり丁寧にフィードバックをやっていくと。そうですね、はい、うん、以上ですね、はい、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。来年とかね、受験される方向けにちょっと新しい企画というか今期の企画ですね、年少さん年中さん、入室説明会という無料のねものを、行います。これお得なんですよ。なぜかというと1時間ぐらいね説明会するので、まあプチセミナーを無料で受けられるようなもんかなと。そうですね、由美先生が喋ります。はい、絶対に YouTube では言えないことがいっぱいあるし、はい、まあいらしていただければ、まあどんな問題が今年は出てね、どういう傾向かっていうのも、うん、来た人だけにはね、来た人だけには、はい、それとね、一部お伝えすることもあるかな、うん、そうですね、はい、あとやっぱり夏の私たちの合宿っていうのはすごくその合宿が効果を呼んでて、でその本当に受験で大事なことっていうのは、子どもの後ろに親が 見え隠れしない子どもっていうんですかね、うんうん、だから面接に行っても子どもあって親っていう、そういうこうスタンスを作り上げていくっていう、それがあの学校側の目と、だから私たちが感じる学校側の感覚と学校の感覚が意外と似てるんですよね、うんうん、そういう意味でやっぱり成功するのかなっていう。そうですね、はい、ま、あの10月とかもまた企画するかもしれませんけど、とりあえずね、とりあえずがひとまず決まってるのが9月の19日、23日、28日それぞれのお昼の時間帯ですねに予定しておりますの で、 そうですね、ちょっとホームページとかまだ準備できてないんですけど、興味ある方はお電話いただければね、うん、あのご案内します。でも年少も年中も、うん、あの少人数でこうやって、少人数って言ってもまあね、集団は組めますけどね、だからできればね、お早めにしていただければね、来ていただければね、今の時期はとてもいいですよ。まだいいんです。いわゆる新年中とか新年長が始まる前に、あの1ヶ月2ヶ月の時間のゆとりがあるので、うん、そうなんですよ。その間に慣れていくことでいいスタートが切れるんですね。11月に新年長になって、新年長だから始めましょうっていうのと、ちょっと2ヶ月前だけど、9月から始めて、鳴らしにやって、うん、新年長に入った時に、本当にちゃんとした、あの、授業ができる子供に育てていくっていうので、11月になってから、さあやりましょうって言っても、そういうペースになる2ヶ月くらいかかるんですよ。と11月に、よしやろうなんて思うと、ちょっと馴染むのがね、まあまあ、馴染むのが1月ってなっちゃうので、うん、今だったらちょうど新年長の、まあ、新年中、新年少の準備期間もいい時期ですね。ワンランクアップのためには、とってもいい時期じゃないかと思ってますので、はい、ぜひね、はい、ぜひぜひご覧ください。もう由美先生もいますし、あの普段ね YouTube 喋ってる新生先生も、あの私、松浦もおりますので、ね、そうですね、皆さんとお会いできたら嬉しいなと思ってます。はい、あとは今年の年長さん向けのね、ご案内もさせていただきます。西荻眼所クリニックや、面接特訓もぜひぜひご活用ください。面接特訓本当にもう直前で利用される方もたくさんいらっしゃいます。前日とかね、前々日とかはちゃんと言葉とかもね選びますので、例えば前日にすごいたくさん指摘しちゃっても言葉はもう動けなくなっちゃうと思うので、その時その時でもう、例えば、十分なね、対策か、他の幼児教室で通われている幼児教室できなかったと、最後の仕上げにお願いしますって来た場合、直す箇所が、たくさんあったとしても、これを今指摘しちゃうと当日止まっちゃうよね。だったら、これとこれとこれとこれを抑えて、今できる最大限の準備をできるようにするにはどうしたらいいか、そこまでちゃんと考えて、お声掛けすることができますのでね。あとは、例えば、今日のね、フィードバックの話じゃないですけど、試験が終わった後に来ていただければ、その面接内容に基づいて、どこが良かったか、また次回の面接に向けて何を準備しなきゃいけないか、
ければいけないか、何を改めなきゃいけないかとかね、こういったお話もできますのでね、そういったご活用の方法もあるかな。もちろん、今まで言ってる通り、お父さんだけ、お母さんだけ、子供だけとか、そういった練習もできますからね、皆様の、事情に合わせてご相談いただければと思います。まずはお電話いただければと思います。体験授業もぜひぜひお越しください。連絡先です。電話番号03-3390-0750番。メールアドレスはご覧の通りです。はい、こちら西荻フレンドリースクールでは引き続き幅広いテーマでいろいろとお話をしてまいります。皆様からのテーマリクエスト、感想、疑問、質問も大歓迎です。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。今日も最後までありがとうございました。ね、9月も暑い日がね、長く続いてだんだん疲れてきたんですけれどもね、体調だけは気をつけて、乗り切ってまいりましょう。今日も最後までありがとうございました。それでは失礼いたします。